エリスパークスタジアムは南アフリカ共和国ハウテン州ヨハネスブルグ市都市県にエフクにある球技場である。コカ・コーラがネーミングライツを4.5億ランドで取得し、2008年7月4日から2012年10月9日までの間の名称はコカ・コーラ・パークであった。ユナイテッド・ラグビー・チャンピオンシップのライオンズのホームスタジアム。1995年には ラグビーワールドカップの決勝戦を開催した。現在はスタジアムでは、サッカーとラグビー、アメリカンフットボールの専用のスタジアムとなっている。2010年の FIFA フフワールドカップ、南アフリカ大会の開催スタジアムでもあった。標高は約1700メートル。1889年にゴールデンライオンズが発足。ライオンズの初ゲームは、ヨハネスブルク公園駅に位置する。 ワンダラーズクラブ S スタジアムであった。1927年、ヨハネスブルク近郊の EN ドルンファンタンの採石場が大体地として特定される。後のエリスパークとなる土地13エーカーが利用可能となり、同年10月10日にヨハネスブルク市長 JD エリスと締結。1928年に竣工し、ラグビーニュージーランド代表と対戦。 観客数は3万8000人であった。メトロレールのエリスパーク駅が隣接。周辺にはポンテシティアパートがある。ありがとうございます。